ち伏せエリアに注意してください。求人サイトに広告を出して闇バイトを募集していたことが分かりました。さらに闇バイトに応募した男性が特殊詐欺グループを裏切ろうとした後に自殺をしていたことが分かりました。特殊詐欺グループから自殺を迫られた可能性があります。ルフィの使いと思われる人物が自宅を訪ねてきたこともあり、もう抜けられないと思った。個人情報を握られるだけでなく、家で捕まえて住人に入ったことを目の前で挟んでいこうとしたり、どうか殺せませんね。見せしめに暴行や猥褻動画を晒される実態。一歩踏み入れたら恐怖を打ち破れ、取り締まりポイントに注意してください。すでに逮捕・起訴されている渡辺優樹被告らを中心とする特殊詐欺グループ。かけ子とみられる山田李沙容疑者がフィリピンから日本へ強制送還されました。時折周囲を気にする山田容疑者。山田容疑者が成田空港の地下駐車場に到着しました。まったんメンバーに恐怖心を植えていた可能性がある。
東京稲城市の住宅で起きた強盗致傷事件で逮捕された実行役の男の供述です。ルフィの使いと思われる人物が自宅を訪ねてきたこともあり、もう抜けられないと思った。自宅の住所などの個人情報を教えてしまい、家族に危害が及ぶことに怯える実行役の男。さらにルフィ、警察に捕まった時は黙秘するとの契約だったので、このような話をするとルフィに粛清されるかもしれない。指示役の人の声の感じが変わったので、前の人はどうしたのかと聞いたら死んだと言われ、本当に怖い組織に入ってしまったと思った。組織を抜けることが死に直結するかのように恐怖心を植え付けていた。